です。本気で大丈夫、はい、なんとやっとですね。何？今日ポンチさん、おお、復活。あ、今日から？今日からです。ありゃー、もう藤井さんが楽しみにしてて。あ、そう。もう今日知らないし、藤井さんなんか全然。だって、いや、でもなんかだから行ってみたいみたいな、うん、あ、そう。俺はもうガキの頃から行ってますから。あ、その話聞きたかったんですよ。だって創業99年ですよね。そうですね、もう昔創業。そうだね。なんか喋ってます？藤井さんか喋ってます？知らない。創業99年でしょ。でもね、そうです。100周年に向けて再開したんですよね。そうなんですよ。それだけかわいい。悩め。実は俺ね、ちっちゃい時に、幼稚園の頃に親と一緒にポンチに行って、はい、当時2階があったんですよ。今ないらしいんだけど。今1階だけでやるそうですね。そう、2階で俺。多分遊んだんだろうね、カレーとかなんかかけたりとかして、調味料をね、2階から投げちゃったんだ俺。2階から。めちゃくちゃ怒られたこと思って。当たり前ですよ。めちゃくちゃ怒られたこと思って。当たり前。川の方に投げたんだって俺。俺投げたの覚えてないの？怒られたの覚えてんの？はい。ポンチですっげえ怒られてたの。え、あのポンチと店員さんにですか？いや、親父に。親父に。うん。お両親。お父様に。早くだなっつって。当たり前です。何投げたんだか分かんないんだけど。なんで投げたんだろう俺。2階から。いや、相変わらずやんちゃなんですね。いや相変わらず昔ちっちゃい時だよ。幼稚園の時だよ。幼稚園の時なんで怒られたんだろう。ああ、そう、多分その調味料投げたんだよ。はいはいはい、それしか覚えてない。で、昔ね、ポンチの隣にライブハウスがあったんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。そこに僕よく出てたんで。あ、もう学生時代とか休憩時間になるとポンチでカレー食って、目の前のパチンコ屋に行ってパチンコして、で出番になると演奏して、で帰ってました。なんかポンチさんの、はい、なんかメンチカツなんですこれは、はい、なんかあったっけ、丸いじゃなくて細長いの。俺カツしか食ったことない。カツカレーか食ったことない。カツカレーのカツかな、うん、本当に昔ながらのカレーですよ。おばあちゃん家で食べたようなカレーですよ。あわ、食べたい。本当に黄色い、なんか春光さん曰く、うん、なんかケチャップ入れてるんじゃないかみたいな。例えばハヤライスだったらね。あ、そう、春光的に言うと。春光さんの時のブログ読んだんですよ。あ、そう。そうで、酒太郎さんも絵を描いてくださって。あ、うまかったね、あれね。すっごい見た。あ、本当ですか。上手だね、あのおじさんは。さすが美大だなって。さすがだね、本当。半ズボン履いてるけど、いつも。そう。あんな格好してるけど。上手だね、本当に。ね、なんかね、時間が5時半から夜の、うん。夕方の5時半から9時までということなので。うんうん、あ、夜だけなの。じゃあランチやってないんだね。やってないんですよ、うん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 、なんで藤沢仕事が終わったら行くそうです。そうか、あそこはね、映画にも出てるしね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、あの、なんか言ってましたね。いろんな映画にも出てますから。クライマーズハイ、そう、あの日光ジャンボ機のね、あの題材にした映画なんですけど、萩原朔太郎も味わったと言われて、うん、そうそう、昔からやってますから。いいですね、はい、じゃあ今日もね、皆さん多分混むと思いますけど、はい、ね、並んでください、はい、私も絶対行きたいと思います。はい、ポンチさんが復活です、はい、以上、群馬の話題のコーナーでした、